ロケット甲子園は、秋田県の白市で8月に、野城空イベントで特定非営利活動法人日本、モデルロケット協会の主催により開催される、高校生によるモデルロケットのコンテストである。当初は2005年から宇宙甲子園の一環として開催されており、2009年以降はロケット甲子園として開催されており、毎年8月に開催される。国内で開催される、 中高校生を対象としたロケット競技のいわば、甲子園に相当する競技会で出場校は全国から集結する。モデルロケットの開発、製造を通じて実践的な知識や経験を習得し、切磋琢磨することによって、技術、技能水準の向上を図り、参加者間の交流を促進し、時代を担う技術者を育成することを期とする。モデルロケットの開発、 打ち上げの過程を通して、自己検鑽問題解決力の習得が図られる。参加者たちは、中高校生ではあるものの、インターネットを通して入手したノウハウを貪欲に、吸収、反映することにより、高い水準に達している。上位入賞者は推薦入学でも有利になり、参加者たちの一部は大学に進学後も競技を続ける、ものもいる。 優勝チームはタークへの出場権が得られる。2015年度は7校10チームが参加した。自分たちで設計、制作した、モデルロケットで生卵を指定高度へ正確に打ち上げ、指定対空時間後に割らずに着地回収する。ありがとうございます。